どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのはチワワの雷神丸くんです。ということでね、雷ちゃんと一緒にやっていきたいと思います。それでは内容に入るその前に、オンラインサロンで楽しくやらせていただいています。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談の方もやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、内容の方に移っていきたいと思います。今日はですね、ニュースで、あるものが流れていて、それについて今日は話をしていきたいと思います。東京荒川区で散歩中、通りがかった男に犬が暴行される被害。男は犬を蹴るとそのまま立ち去ったため、飼い主が引き止めると犬は邪魔なんだよと言い放ち、再び引き止めると複数回暴力を振るった。男は駆けつけた警察によって確保された。飼い主は被害届を提出。今のところ犬に外傷はないという。はい、お散歩中にワンちゃんを、蹴ったりとか蹴られちゃったりっていうのは、なんかね、調べてみたらね、結構ちょこちょこあるみたいです。で、今回の件に関しては、お散歩中に前から人が歩いてくるだか走ってるくるだかしてて、で、多分ね、避けられなくはなかったんだと思うんだけども、道の真ん中ではないけど、まあ、その辺付近のところにワンちゃんが座って、人は避けようと思って端に避けたんだけど、ワンちゃんが動かなかったということで、そしたらね、邪魔だということで蹴られてしまったということなんですけども、これってね、自分たちね、ものすごくね、考えなきゃいけないことなんだなと思うんですけど、自分もね、よくね、散歩に行くときに小型犬の子連れてると、例えばね、ライちゃん連れて歩いてると、いろんな方がこう見てて、あ、可愛いね、小さいねって言ってね、あ、ライちゃんって言うんだって言って触ってくれたりとか、そういう方も中にはいらっしゃるんですけども、特に自分が中型犬以上大型犬の子たちを連れてると、前から来た時にちょっとやっぱりうちの子の姿が見えただけで、道を変えたりとかね、もうやっぱ警戒されることも非常に多いかなと思うんですよね。なので、自分たちの場合ってワンちゃんが好きっていう前提から入っちゃうっていうのも、なかなか難しいところなんじゃないかなと思っていて、例えば今回の子に関してで言うと、道の真ん中、前から来た時に、まあ、道に座り込んじゃって、まあ、どいてくれなかったっていうのもあるんだけども、よくね、今ってこうワンちゃんを中心に考えたりすると、なんかリード引っ張ってどかすのがかわいそうとか、無理やりやるのがって言っても、でもやっぱりね、人の世界で生きていくってなってくると、やっぱりね、これしょうがないのが、人間とワンちゃんだと、もうこれってどうしてもやっぱりね、人間メインで考えていくしかないんじゃないかなって思う部分はあるんですよね。例えば、人はワンちゃんをいないところで暮らしていこうと思ったら、犬飼わなければいいし、ワンちゃんがあんまり集まんない場所に行ったりしながら避けることはできるんだけども、犬は人を避けることができません。一緒に暮らしていくしかないんですよね。ってなってくると、例えば呼んだら帰ってくるとか、例えば前から人が来た時だけどこうじゃなくて、常に人がパッて避けたら一緒にパッて来るようなトレーニングを入れておいたりしながら、やっぱりね、自分の愛犬って守れるのってやっぱり自分たちしかいないし、でワンちゃんは本当にね、苦手な方って多分ね、大きい小さい関係ないんですよ。よくね、ヘビとか苦手とかっていう方の場合って、もう大きいヘビが嫌なのかっていうと、ちっちゃいヘビも嫌なんですよね。でそれってもやっぱりそういうイメージになっちゃってるから、ワンちゃんもやっぱり大小問わず、好きじゃない方は好きじゃなかったりもするので、世の中で自分たちって、ワンちゃんって皆さん飼っててその辺お散歩してるじゃないですか、ね、よく見かけます。なので犬は好きなんだろうなっていう前提、好きな人が多いだろうなっていう前提で入っちゃうんだけども、でもやっぱりね、ヘビとか爬虫類とか、あの辺はね、飼ってる人たちが少ないから苦手な方が多いんじゃないかなとかっていう前提があったりするんだけども、自分たちはね、今この時代ってなってくると、やっぱりね、ワンちゃんたちね、やっぱり苦手な方もね、多くいるんじゃないかなと思いますので、もう何だったらお散歩中に会った方は苦手もしくは嫌いなんじゃないかなっていうところから入るぐらいしていって、配慮していかないとやっぱりね、かわいそうになってきちゃうのかなっていう気がしますので、最終的にね、やっぱりちょっとリード引っ張られるよりワンちゃんも蹴られる方がかわいそうだと思いますの で、 でリード引っ張ったりするのが嫌だよっていう方の場合は、日頃ね、お散歩中にどれだけね、やっぱりいざっていう時だけじゃなくて、きちんと練習するかどうかによって、ワンちゃんがいざっていう時にパッてね、言うこと聞いてくれるかどうかが決まってくると思いますので、やっぱりね、この周りに好きじゃない方が結構いるんじゃないかなと思いながら、そんな方にね、例えば道ですれ違ったりする時も、一つね、ワンちゃんもそうだし自分たちもそうだけど、パッて譲れるようなね、形を取っていただけると一番いいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さんもね、自分の愛犬を守れるのは自分たちだけですね。なのでその辺はね、しっかりやってった方がいいと思いますので、ぜひ皆さんもね、お散歩中ね、ワンちゃんを呼んで戻してみたりとか、パッて避ける練習しながらお散歩してみてはいかがでしょうか。